挑戦6見ていきましょう。挑戦6の指定契約は自在のステータスがかなり上昇して、狙撃前衛術師の制限もかかりながら、コスト回復速度も減少しているので、優流チェーンを中心とした攻略ではなくてケルシーを中心とした攻略で、録画してみました。ケルシー S3 特化さん、その他のスキルランクは7になっております。結構ビグナとかが重要ですね今回は。まずコスト回復役のクーリエを配置、そして2番天人化、まあ、あえてね倍速かけてないんでゆっくり喋っていきたいと思います。天人化配置で、3、4はケルシーモンスターのセットですね。まあ、コストが溜まるまで待ちます。天人化でコスト回復してケルシー、そしてモンスター。一応スキルのタイミングは、まあ、大事なところはね全部下のアイコンでタイミングが分かります。ただ後半のスキルに関しては、まあ、結構アレンジはねできると思います。まあ、それもね説明します。ビグナ1番で、2番は医療アンセル、ここですね。ここでケルシーの、スキル使って目隠し倒します。まあ、結構コスタンスキルのタイミングに関しては、まあ、アイコンいっぱい並んでますけどかなりシンプルですね。まあ、見てもらったらね分かるかなと思います。ここのビグナなんですが、まあ、ただ普通に殴ってるだけやったら処理間に合わないんで、ここでソネミの処理としてビグナのスキルを使う。で次1番はグラベル置きたいんですが、爆発しちゃうんでしっかりこの鬼火を止めて、爆発しないように止めてっていうことですね。で次のケルシーのスキルもすごいシンプルなんですね。ただただ目隠しが2体来るから使うっていうだけです。ここですね。ここでケルシーのスキルを使って、で次はアンセルのスキルを使いたいんですが、これもすごい分かりやすいです。ソネミが2体来て、まあ、被ダメージが増えるので回復のスキルを使うと。ここですね。ソネミが2体来て痛いですよね。でビグナのスキルに関してはもう溜まり次第即打ち、まあ、ソネミの処理、まあ、そんな感じでねしっかり意味のあるところで使ってるので分かりやすいかなと思います。次はケルシーのスキルを即打ちしてくださいね。ここもうチャージ完了後すぐ打ちます。でソネミ処理したらビグナとアンセル撤退でレベル40特化さんのケルシーでギリギリ倒せます。こんな感じでね。で爆発に巻き込まれずに済みます。でクーリアはまあ死んで、そしてここでおとり役を挟んでいきます。まあ自在のシールドをね1回貼らせます。ここの自在の属性なんですが、まあ、アレンジが難しくて動画通りにやりたいっていう方はこの、まあ、自在がいるマスが、まあ、色が変わるマスなんですけど、これをうまく利用して自在の頭の色を白にしといてください。白の状態でシールドを貼らせます。で爆発と同時に、まあ、鬼火が出てきますので、まあ、敵の移動速度上昇のタグなんかは取ってないので、まあ、アイテム使わなくても勝手に爆発してくれます。爆発爆発爆発ですね。で全ての鬼火が爆発したらオペレーターを順番に配置します。まずはマッターホですね。自在ブロック役のマッターホ、回復役のガビル、アンセル、天人化はコスト回復役、そしてケルシー、モンスター、2番モンスターですね。2番モンスターで、ここの目隠しは1体通しても OK です。で、コスト回復したらビグナを置きます。このビグナがね、すごい重要なんでね。
ってケルシーのスキルは溜まったら即打ちで、まあ、邪魔なね目隠しなんかを処理していきます。でこっからはケルシーのスキルとビグナのスキルをまあ順番に使っていくんですが、まあ、ケルシーのスキルはまあ、好きな時に使っても大丈夫かなとは思うんですが、ビグナのスキルだけは自在のシールドですね。ここ自在がシールドを貼ったら使ってください。じゃないとシールドを壊せずに、まあ、爆発して壊滅ってことになりますので、しっかりね合わせていきます。でケルシーのスキルはまあまあクール開けたら打っていくと、これですね。でコストに余裕ができたら、この端っこにハイビスと、あと最後のね受け役として重装のカーディを置きました。でここまで来たら、まあ、星マーク、まあ、アイテムですよね。アイテム2個残ってるんで、火力調整かっこタイムライン調整ができる方は、まあ、アイテム ×2 を好きなタイミングで使用しても OK です。これこの文章だけ読んでなるほどねって分かる方はいいと思うんですが、この文章読んでもどういうことってなる方は、まあ、あんまりいらないことしない方がいいとは思います。あのどういうことかというと、その自在の頭の色と、まあ、自在の属性と、まあ、あとアタッカー役、まあ、この動画で言えばモンスターですよね、まあ、ケルシーモンスターの属性をうまく変えて、あとタイムラインの調整ができて自在のシールドを割れるっていう方は好きに使ってもらっても大丈夫です。ただそれが難しいっていう方はもう余裕を持ってね、別にゆっくりやれば倒せますので余裕持ってやってもらったらいいと思います。だからあえてね早送りとかは使ってないんですよ。こうですね、シールド貼ったらビグなスキル、ちょうどねいい感じに、まあ、クールが回っていきますので、まあ、1回クリアすればいいコンテンツなんで焦らずにゆっくりやればいいかなと思います。ここをねどうしても早送りで倍速でやっちゃうと何してるかっていうのがちょっとわからなくなってしまうこともあると思うんですよ。まあ、今回のこの動画はケルシーさえ、まあ、使えたら、まあ、フレンドから借りたりすることができれば、まあ、他は低レアで固めてるので、まあ、もしかしたらねそのガチュウ人をやったことがないっていう、まあ、ドクターも多くね参考にしてもらえるかなと思いますので、まあ、ゆっくりやっていきましょう。で自在の第2形態になりましたね。第2形態になったら、まあ、複数攻撃になってマッターホとこの、まあ、トークの受け役として、まあ、カーディを指定してるんですが、まあ、こうすることで、まあ、しっかりとね、まあ、受け役ボスの自在の遠距離攻撃の受け役が、まあ、ここで1人確保できるのでハイビスカスとカーディを使いました。まあ、自在の第二形態になったら、まあ、さっき白色やったんですけど、まあ、黒にね、なるんですよ。まあ、白から黒になるんですよね。でそして、カーディ死んだらすぐにグラベを入れます。まあ、受け役がね、やっぱ一人はいないといけないので、遠くにね。で、もう少しでまた自在がシールド貼ります。でシールド貼ったらビグなスキルですね。で、今回は早いですね。言ったら属性が、自在が黒でモンスターが白なんで、まあ、さっきより全然早いですね。あと1回のスキルで倒せそうなんで、もうすぐにケルシーのスキルを打って、クリアになっております。それでは挑戦6の動画終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。